アンネの日記の著者として知られるアンネ・フランクゆかりの花が今高浜町の教会で見ごろを迎えています。私がやってきたのは高浜町南団地にある聖イエス会高浜教会です。こちらの教会ではこの時期アンネ・フランクゆかりのバラが咲き、道行く人の目を楽しませています。色とりどりに咲き誇る大輪の花、アンネの日記の著者アンネ・フランクをイメージして作られたバラです。とっても香りがいいこのアンネのバラ、時間が経つにつれて花の色が赤からオレンジ、ピンクへと変化していくそうです。アンネのバラは昭和46年に日本の聖イエス会の合唱団が文化交流でイスラエルを訪問したことをきっかけに、アンネの父親から教会に10株のバラが贈られ、その後日本各地の教会に届けられました。昭和53年に届けられた高浜教会では、現在上村拓也さん、三津子さん夫妻が20株ほどのバラを丹精込めて育てています。いつもの年に比べ1週間ほど早く開花したバラは今見頃を迎えています。今年も綺麗に咲きましたね。はい、今年も天候は不順だったんですけれども、なんとか美しい花を咲かせてくれました。ちょうど今年はアンネが生まれて85周年という記念の年に当たっています。あのような平和へ願う素晴らしい日記を書き残した、その同じ世代の人たちにこのアンネのバラを見ながら平和への希望を持ってほしい、21世紀を本当に平和の世界にしていくための働きをしていただけたらなと、そのように願っています。このアンネのバラは今月いっぱい楽しめるということです。